越後ご菓株式会社は、新潟県長岡市に本社を置く、米を原料とした、食品会社である。高橋秀樹が扮する、越後ご侍で有名。2019年度の米価の売上高は、亀田製菓の子会社であるアジカルに次ぎ、米価業界第10位、トップバリューの米価を、受託製造している。自主廃業した岐阜県伊比郡池田町の日頭荒れ新社からは、 サラダセブン、2016年8月に事業を停止した、新潟県上越市みな、川製菓から、唐辛子の種を、それぞれ譲り受けした。高圧を利用した、製品作りにも取り組んでいる。エースコックのカップ麺、力うどんと、もちもちラーメンに入っている切り餅は、1980年代の発売開始当初、越後製菓の製造だった。現在は、 パックに製造者名の記述がないため引き続き製造を行っているかは不明。また、大国食品工業が唯一全国発売しているカップ麺、大国書餅ラーメンと大国力うどんに入っている切り餅もエチゴ製菓の製造である。こちらは両製品のカップの蓋にエチゴ製菓の車掌が記されている。エチゴ製菓は切り餅の側面に切り込みを入れ、 焼くときれいに膨らむという技術で特許を取得している。しかしその後、競合企業である佐藤食品工業が側面に加え上下面に十字の切り込みを入れた切り餅を発売。これに起こった越後製菓は2011年、佐藤食品が特許を侵害しているとして、同社に対し製造の差し止めと59億4000万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。 2012年3月22日、私的財産高等裁判所で開かれた、高訴審判決において、越後成果の請求を棄却した東京地方裁判所の一審判決を取り消し、佐藤食品に対し製造の差し止めと、約8億円の損害賠償などを命じ、越後成果が勝訴した。砂糖食品側は彫刻していたが、同年9月19日最高裁がそれを棄却する。 決定を下し、自在交際判決が確定した。ありがとうございます。